えー、今日もね、NBA 全チーム紹介講座やっていこうと思います。フェニックス・サンズ、マックス契約とセカンドエプロンというね。いやー、このチーム、未来があるんでしょうかと思って、これ変えてなかったけど、どうなんだろう。未来が明るい度はこれ E だね。で、スタードはこれ S だね。うん、ポイントガード連れてこないと。<laughs> 強行度はまあ A でいいのかな。おすすめ度おすすめ度ブッカーがいるから C にしとこう。 で、ニワカトに関しては、うんば、まあ、このチーム、あんまり派手じゃないから B でいいや、という。ということで、えー、変えておきましたと。じゃあ、やっていきましょう。まず、チャンピオン0回。で、ファイナル進出2回。えー、チャールズ・バークレーの時とクリス・ポール、えー、デミブッカの時代。うん、まあ、片方はね、マイケル・ジョーダンだったんでしょうがないんですけども、もう片方は、ヤニスだったんで、やりようあったんじゃないんですかっていう。だから、ドロップディフェンスしとくか、アイスしとくかすれば、 まあなんとかなるんじゃないのって思うわけなんだよね、ヤンニス相手には。どうせスリー打てないっしょっていう、ミドル打たないっしょっていう。だから、なんでそういうのをディフェンスできなかったんだろうってう、やっぱりこのチーム、ディフェンスのチームじゃないよねっていう。 で、ちょっと見てほしいのが、この7セ,セカンド終わらスっていう、あの、ダントーニーがね、あ、ヒアウィゴー、ヒアウィゴーとか言いながら、あの、<laughs> やらせてた、あの、ランガンのことなんだけど、ナッシュ中心としての7秒以内オフェンスで、ある時ダントーニーが思ったんだよね、3をポン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 打てば、これ強くねとか言って、期待値との関係上とか、そんなこと考えてなくて、多分ね、3ポン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 打ちたかったんだと思う。でも、冷静に考えてみて、ね、スラムダンクで3がポン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 入ってる試合って、勝ってるでしょそのチーム。 うん、だからね、やっぱりね、スリーポイントって結構重要なんじゃねっていうのを、この人があのな植えつけたんだよね、NBA に。で、これ、ポイントはね、攻守交代後に素早く戻らないと、フリーでスリーを打たれてしまうんだよっていう。だから、例えばあの当時は、ナッシュ、ジョージョンソン、クエンティン・リチャードソンだったかな。 にショーン・マリオン、アマレスター・タダ・マイヤー。まあ、シュートが打てるのばっかりでしょ。で、誰かが開くんだよね、速攻で走っていけば。うん。だって、あの当時って4番とか5番は、結構足の遅いのばっかり。シャキー・ロリーヌとか起用されてたから。まあ、だから、今、最近のあの5番、4番が、足がある程度速くないとダメって言われてるのがこれで、スリポン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 打たれるっていう。で、後のゴールデン・ステート・ウォーリアーズに継承されて、で、それが NBA の常識になったっていう。だから、まさにゲームチェンジャーだったんだよねっていう。 でここでゲームチェンジャーって言葉が出たんだけど多くの YouTuber の人たちって試合においてあの転換点を作るだから苦戦している時にあのいい点の取り方をしてゲームをチェンジするっていうふうな使い方してるんだけど本来的なゲームチェンジャーの使い方はこっちなんであのゲームの性質そのものを変えてしまうっていうだからこのまさにダントーニとナッシュがゲームチェンジャーだったんだよねってこの時うん でまあ、あのちょっと80年代から見ていきましょうとケビン・ジョンソンダン・マーリートム・チェンバース誰だよって感じでサンダー・ダンはちょっと知っといてほしいかなっていう、うん、派手なダンクとツリーポイントの人。 俺が NBA2K じゃない、NBA ライブやってた頃、えー、スリーポイントばっかり打ってればいいんじゃないとか言って、段回りでね、スリーポイントボン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 打って、1試合102点取ったことあって、さすがに友達がもうそれやめてとか言って、ゲームにならないとか言って、うん、でもこの絵でいいじゃん、ヒア r イゴーヒア h イゴーとか言って遊んでたんだよねって <laughs>、うん。段回りが102点取りましたとでケビン・ジョンソンはねあの、この人どういう選手かって言われたら、スラムダンクのマキ うん、まさにあのタイプ。3はないんだけど、中に入ってきて、ファウルを取ってくるっていう。で、トム・チェンバーさんちょっとね、よくわかんない。 で90年代入ってくると、チャールズ・バークレーで、193センチしかなかったはずなんだけど、198って書かれてあるんだけど、あれ多分ね、持ってると思う。うん。明らかに上談より小さかったもん。で、ただね、体の太さが異常だったから、だから、あのポストプレイ。だから当時はワンオンワンイリーガルディフェンスがあったから、ワンオンワンするしかなかったわけねっていう、マンツーマンディフェンスで。で、そこで、あのチャールズ・バークレーがおデブちゃんだから、ゴツ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 しながら、ゴストプレイをするっていうプレースタイルで、だいたい20.10 リバウンドぐらいいは普通に撮っっててたのかなっていうこの人はね本当にねセンスの塊で入ってきた時は確かシューティングガードだったんだけどいつの間にかパワーフォワードになってたっていう。 うん、で、入ってきた頃から、おデブちゃんだったっていう。だから、あの、ザイオン・ウィリアムソンとか、あの、おデブちゃん系いるでしょう。うん。あ、ドンチッチもだ。よくいっちもだ。だからね、意外とね、おデブちゃんってありなんじゃねって、俺、これで思った。動けるんならねっていう。だから、その後も、シャッキー・ロニールっていうおデブちゃんがいて、これが、あの、リーグ支配してたでしょ。だから、まさにね、動けるデブほど強いものはないというね。 はい、次行きましょうと。で、ジェイソンキットが入ってきて、これはマブースから移籍してきて、3 j ズで揉めて、で、ここで、えっ、ー、と、嫁さんかなんかの DV かなんかやって追い出されたんだよね。で、代わりにやってきたのがステフォン・マーブリーで、だったかな。うん。で、ステフォン・マーブリーが、えー、チーム来たらめっちゃ弱くなったっていうね。で、ちなみに90年代にスティーブ・ナッシュ取ってるんで、ただポイントガードがね、祖母が熱すぎて、この人、第3ポイントガードだったかな。 <laughs> でそれでマーブスに行って2004年ぐらいに帰ってきてでこれ「ヒアウィーゴーヒアウィーゴー」っていうね「セブン・セカンズ・オワレス」っていうのをやったっていうでその時のメンバーがショー・マリオンとかマリスタッドマイヤーとかまあこの0年代より0年代かなうんまあ台頭してきたのはその頃ショー・マリオン90年代のドラフトだったと思うでナッシュが2012年ぐらいにもう勝てなくなったからあのどん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 選手が抜けてったんだよねっていう うんだから、サンズっていう球団はなんでそんなことになってんのって言われて、簡単に言うとね、契約渡しすぎなのよ、簡単に。うん、長期高額契約。例えば、ポートランドプレートレイルブレザーズも結構渡しがちで、えー、レイヤーのマイヤーズとかいう、あの、白人のシュートが打てるだけのやつがいて、こいつがね、5年契約か4年契約の16ミリオンかける5、うん、もらってて、 それで、あの、チームの編成に、あの、師匠が出るっていう。で、サンズもそういうの結構やってたチームだから、まあ、それでナッシュも可哀想だから、レイカースに、あの、追い出してあげたっていう。で、レイカース行って、プレミアム4だか5だかで大失敗して、ナッシュのキャリアは一体みたいな。うん、ナッシュちょっと可哀想うっていう。で、10年代になってくると、ゴランドラジッチとアイザイア・トーマスと、あと、ブレイリック・ブレッドソーとかいう3ポイントガード体制を敷いた時期もあって、 まあよくわかんないよね、このチーム、本当何やってんだろうって。ほんとチームの編成が下手。本当に下手。昔っから。よくそれでファイナル2回も行けたなっていうね。うん。監督もね、基本的にオフェンス型の監督を着たがるから、まあだから、 うーんやっぱりプレイオフでちょっと勝ちづらいんだよねっていう。で、そうこうしてたらね、デビン・ブッカーが台頭してきたんだけど、この前後のドラフトね、いい指名権いっぱい持ってたのにね、わけのわかんない選手ばっか取ってて、ほとんどが、あの、開花しなかったっていう。俺が覚えてる限りで、えっ、ー、と、ドラガンベンダー違う、それじゃない。えっ、ー、とね、な、なんだ、なんだったかななんか変な白人のね、でかいやつがいっぱい取ってたアレックス・レンとかだ。うん。あ、ドラガンベンダーだったかな。 うん、他にもね手なんとかとかほんと4位5位6位あたりで取ってるのになんでこんな外ればっか取ってんのっていうで究極の外れがドラフト1位なのに外れって言われてるディアンドレーともでもこの人ね守備がたまにやる気なくなるぐらいで戦力としてはちゃんと使えば機能するんだけど育てる人がいなかったんだろうねっていう。 うんだってフレームサイズはあるし、守備もちゃんとできるし、で、機動力もある程度あるし、で、スリーポイントもある程度は打てる、もっと練習させるようまくなるんじゃねとか思うんだけど、させずにク、クリッポ、クリッポじゃないか、デビン・ブッカーとエイトンで弱いチームであってて、で、クリッポが入って芯ができて強くなった。やっぱり、うん、思うに、このチームってチームを構築するっていうことがないんだよな、あんまり。 うん、クリポが入って構築されてクリポの,あの頭んの中のセットオフェンスで,でそれでファイナルまで行ったのにケビン・デュラントを取ってきてでクリポはその時怪我していなかったんだけどなぜかクリポを追い出してブラッドリー・ビールを取るというねうん愚痴本当に愚痴何が愚痴って見てクリポねもう来年で契約なくなるのにというかクリポにね延長契約すごいの渡したのもまた愚痴これ えー、ファイナル出た次の年ぐらいにクリッポに40ミリオンぐらいの掛け算渡したのかな。本当に。何してんのっていう。これからどん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 パフォーマンス落ちていくのがもう目に見えてたのに、なんでそんな契約渡したのっていう。俺ね、15ミリオン掛け算ならわかるんだけど、まあよく上げて20かな。本当。でも20掛け算だったらクリッポ行いてくれていいでしょで、ケビン・ドナントが来て、 で、まあ、えー、ブッカー、エイトね、ミケルブリッジスは、あ、出るのか。うん。でも、それでも4番あたりに守備ができるタイプの選手を置けば、一応なんとかなるんじゃないのかなっていうね。うん、このチームは一体。で、さっきからがセカンドエプロン、セカンドエプロンって言ってるんだけど、ちょっとこれ見てくださいと。 セカンドエクプロンは2023年から適用される新 CBA で導入された新しいライン、タックスラインプラス17.5ミリオン。このライン超えると以下の制限があると。で、ファーストエプロンが確かね、160ミリオンくらいかな。うん。で、170になるのかな今年は。よくわからないよ。なってくると、えー、こいつらだけでも200近くいってるんで、 いるギリ言ってないかでも180いってるでしょでこっから細かい契約積み重ねていけば確実200ぐらいいくからこのセカンドウェプロンに引っかかるわけねでなってくるとサラリーが増えるトレードは禁止減らすしかないうんでミッドレンジ例外条項の仕援はああだから減らすしかないってことはサラリーが自分らよりも少なくてってなってくるとねそんな選手価値が高いからあまともに取れるわけないから指名権出すしかないんだけど指名権も出しちゃってるでしょうん で、ミッドレンジ例外条項の使用禁止。つまり、あの、いくらかな ?8 ミリオンぐらいかなそれで、あの、そこそこの選手取ってくるってことも禁止。で、7年後の一巡目指名権のトレード禁止。ああ、だから、あの、さっき言ったみたいに、一巡目指名出して、若くて安くていい選手取ってくればいいじゃん、みたいな。いの禁止。で、バイアウトでの選手獲得禁止。これきつ <laughs> バイアウトされたベテランとか取れないってことだね。だから今年なんかクリポートリがバイアウトされるんじゃないのかなって思うんだけどね。それにすることによってセカンドウェルプーロンを回避する目的があるんじゃないのかな。ゴールデンセートウォールアーズっていう。で、トレードの現金の使用禁止。あと他にもタックスこれ結構相当かかると思うんだけどなっていう。うん。え、としたら100、110、うん、100ミリオンぐらいいくんじゃないのかな。 うん、まあちょっとサンズの状況を見ていきましょうねと。ああ、グロい。グロい。グロい。何がグロいってビールなんだよ、これ。KD はまだいい。KD は。ただ、KD もね、もうそろそろ落としで役に立たなくなってきてるから、30ミリオンでビールがいなかったら、で、ここがクリッパの20ミリオンぐらいになってたら、50ミリオン開くわけでしょう。で、それで、 3D タイプを何人か取ってくれば、チームとして完成するわけで、俺は絶対クリプを安く再契約した方が良かったんじゃねえのかなとは思ったんだけどねっていう、クリップをプライドが許さないんじゃダメ出しちゃえばいいんだよっていう。うん、ただそれすると勝てなくなっちゃうよねっていう。で、守備には穴があるつある。これ、ペリメーターもね、インサイドも強い印象がないし、そもそもがね、塗りきっちだけでしょうん、まともなセンターって。ボルボルなんか計算に入れちゃダメでしょっていう。 となってくると、ケビン・デュラント4番起用している、うーんー、ケビン・デュラントでインサイドディフェンスが機能すると思いますかっていう。ペリメーターディフェンスはもうちょっとおぼつかないようになってきてるようなおじいちゃんになってきて。で、プライマリーハンドラーをガードする選手とておコーギーぐらいじゃなかったっけ他に誰かいるのグレイソン・アレンできんのうーん。ブッカー使うのもったいなくね、それ。で、KD は昔できたけどもうちょっとできないし、今やらすとオフェンス力落ちるよ。で、ビールは守備できないよ、あんまり。 なくるとここのチーム守備が弱いんだよ、ねうん、でセットオフェンスがあるかないかこれねあのクリス・ポールがいた方がいいっていう理由がこれクリス・ポール一人で賄える他にもねロンド、うん、ロンドとかクリス・ポールみたいなタイプがいると勝手にやってくれるんだけどでもケビン・デュラントがいるチームって基本的にねケビン・デュラントに渡してワンオンワンさせてあげないといけないからだからもうセットオフェンスなんかないようなもんででさらに言うとブッカーをね突撃させなきゃいけないのよねいい時間帯に。 クラッチタイムにそんな中ブッカーにポイントガードさせて弾の配い役させるってどういうことっていう結局あのクラッチタイムで追いつく時にブッカーがもうあのスコアリングビーストモード入ってたでしょあれをあのさせてあげないといけないんだけどそれをブッカーの判断でさせるのっていうほ、うんに KD とかビールに気を使いながらっていうだからほんとこのチームチームの構成がおかしいポイントガード取らないとっていうでも取れないよこれまともならうんだって相手ないもんうん で、エースがチキン、また不在。まあ、エース力は問題ないよ、これ。KD かブッカーでなんとかなるから。ただ、KD がちょっと衰えてきてるんだよね。うん。特にハンドラーさせたらターンオーバーが多くなってきてて。そもそも KD ってそんなにハンドルうまくない気がするんだよなっていう。てんてんてんていう。で、ヘッドコーチが頬型は対応力がない。フランク・ポーゲル何期待してんのっていう。これはもう、俺。対応型じゃないよ、この人。どうしようかというと構築型だから守備の構築とかが得意なんだけど。 あれ守備の構築が得意なんだけど守備をできる選手がほぼいないあれっていうさらに言うとねレイカーズの,あの機関の噂が出てるんだけど今レイカーズであの攻撃の構築できる人いますかっていう、えー、レブロンですかでディーローですかディーロー多分出ると思うんだけどレブロンですか うーん本当に。いや、あの時、ロンドンがいたから構築してくれてたんだよ、あれ。うん。あとは、レブロンに任せておいて、で、えー、ベンチからレロンドンで、ここ今もうクリポいないし、で、その、任せられるようなポイントガードって、普通取れますかねって話で、もういっそのことね、ルビオに帰ってきてもらったら、本当、ここ。 うんルビオか誰かいたっけなポイントガードって他にいないよねいい選手だからやっぱルビオに帰ってきてもらうのが一番いいと思う安い値段でえー、っとでもかといってこれミニマム以外無理でしょミニマムでルビオ帰ってきてくれるヨーロッパ行ったら多分もうちょっともらえるはずだからそっちの方が楽しくて嬉しいんじゃないのスペインでうんバルセロナに帰りそうって言って で怪我が多いかどうか、選手層がね、すっかすかの上に、国む無双だから、もう、残党。うん。ビール稼働率どうでしたっていう、本当いやで、それで KD とブッカーはいつも大変そうにね、えー、スコアリングしてて、まあ、でも、KD もだいぶ得点力落ちましたよねっていう、本来、ブッカーがね、得点を争いするぐらいに任せた方がいいんだよね、スコアリングを。だから、うん、本んに、何考えてんだろう、ここのフランチャイズっていうのは。 ということでね、今回ね、えー、まあ、うん、ナッシュの時代は俺は好きだった。本当に。で、ジェイソン・キッドが入ってた時も、なんか見てて面白かった。うん。で、ケビン・ジョンソンは知らん。さすがにそれは知らん。チャールズ・バークレイもよく知らん。うん。いやー、でもね、今、というか10年代以降のね、ここのチームってなんかいまいちなんだよね。うん、ブッカーを生かしきれてない。ブッカーもったいない。本当にこれ。だから本当にブッカーと KD がここにいたくないって言い出すのを、 そろそろ来るんじゃねってちょっと思っておりますということで失礼します